自分の中の中ヒーローロを持とうっていう,こう話なんですけどあの私の車の中はですね BGM のようにあの大河ドラマ「龍馬伝」といってですねあの福山雅治さんが主演されてた坂本龍馬役をやったんですけどその龍馬伝の DVD が BGM のように延々と流れてるというよ車内なんです <laughs> で私多分もう今ね、龍馬伝があの全部で1回45分の48はあるんですけど多分ねもう10周ぐらいしてるんですね。延々と車の中で流れてるんで。でそれぐらいあの龍、ー、馬伝がこう好きなんですけど。 なんで私の中では坂本龍馬さんっていうのはもちろんスーパーヒーローなんですけど私の中の坂本龍馬さんというのはもうね福山雅治さんの顔をしてるんですね。龍馬伝の中の坂本龍馬馬ののの中坂本さんんことなんですねで自分がこう人生で少しこうどっちにしたらいいのかなとかね判断基準に迷った時とかこういう時なあ龍馬さんならどう考えるかなとかその時の私の中の龍馬さんっていうのはあの写真の実在の龍馬さんじゃなくて福山さんの顔をしてるんですけど。 大河ドラマの延々と見てその人となりもちろん偶像でしょうけどでもちろんあの作ったエピソードもたくさんあると思うんですけどその、ね、偶像の中でも福山さんの顔したその坂本龍馬さんのことを考えてるとあの龍馬さんだったらこっちを選ぶかなとかあの龍馬さんだったらこうするんじゃないかなっていって自分の中のすごくこう価値基準になってるんですね。 でもこういったことをその私の周りにいるこう成功者の方でも結構やってるんですね自分の中にこう脳内メンターといって歴史上の人物だったり自分の人生の死だったりをまあ10人ぐらいこうストックしておいてですねで例えば営業のことに困ったら なんかこの人にアドバイスを受けようとか、リーダーシップについて例えばね、こうちょっと、なんかどう考えたらいいかなって言ったら、こう徳川家康を呼び出すとか、ナポレオンを呼び出すとかね、そういう人がこう結構いるんです。 で私もだからそうやってこう脳内でですね自分の人生の死も含めて歴史上の人物だったりをこう何人かこうストックしてですねもう私あの高杉晋作さんも大好きなんですけどもともと高杉晋作さん大好きだったんですけど「龍馬伝」というドラマの中では伊勢谷伊勢屋龍介さん伊勢さんだっけ伊勢谷さんっていう方があのイケメンのね俳優さんがあの高杉晋作をやっててもうめちゃくちゃハマり役ですっごいかっこよかったもんですからもう余計にね高杉晋作ならどう考えるかなって言ってやっぱり伊勢 さんんんの顔が浮かででるんですけどこう歴史上の人物っていうのは本当にこう何て言うのかな事実だったかどうかはあまり関係ないというかねもちろん完全に嘘だったらいけないですけれどある程度こう話が持ってあったりしても。 要は本当に事実だったかどうかは確かめようもないのできっとこうだったに違いないという解釈をね例えば自分の中で豊臣秀吉さんがスーパーヒーローだったとしたら本当に豊臣秀吉という人,人物はあんな極貧の中から太閤にまでなった人間なので、ね、本当に人間的魅力に満ちあふれていたに違いないときっと と、こういう時、こういう考え方したんじゃないかとか、こんな風にね、相手を魅了していったんじゃないかということを、ある程度こう、知識を集めながらも、想像を膨らませて、もうある意味、勝手に人物像を決めてしまうというのもありだと思うんですよね。そう、なんかこういう嫌なとこあったんじゃないかなとか、こういう嫌なとこあったんじゃないかなとか、事実はもう確かめようもないので、もう私ね、ちょっと乱暴な言い方なんですけど、もう亡くなった方に関しては。 どんななに偶像化したっっっててていいいじゃ言る例えばもうこれここだけの話ここだけの話って言って YouTube でばらまくんですけどここだけの話あので例えば私の亡くなった父方の祖母なんかもですねまあ世間一般で言うとちょっと変わり者なとこもいっぱいあったと思いますし例えばうちの母との嫁姑関係で言うとちょっとどうだったのかなっていうツッコミどころもきっとあったと思うんです。 けどね本当に祖母は苦労に苦労に苦労を重ねてね私に本当にこう愛を注いでくれたということは私の中ではもう,こう事実なので、ね、そしてあの本当にこう大変な、ね、戦争の時に大けがをしたりですとか、ね、戦争の時にこう爆弾が目の前であの爆発して耳が右耳が聞こえなくなってしまったり、ね、こう右手に障害があるままで生涯をあの生きたんですけれども一生生きたんですけれども。 ね、それでもなお本当にこう苦労して苦労してねこの罪を成したり私たちにこう愛を伝えてくれたという意味ではもう私の中では祖母はもう本当にヒーローでだからあのいつでもあの祖母はそばにいると思ってますし、ね、おばあちゃんはなんかいつでも守ってくれてるおばあちゃんやったらどう考えるんだろうって言ってもうねだからそんなふうにねう自分の中でこう亡くなった人も含めて。 いろんな人をこうヒーローとしてあの人ならどう考えるかなとかあの人がきっとこうなんか見守ってくれてるんじゃないかなってねご先祖様だったりとかそんなに考えるのってなんかこう自分の人生をこうますます楽しく豊かにすると思うしね自分一人ではこう決められないこともねそうやってこう誰かに力を借りること脳内の脳内メンターにね こう妄想メンターかもしれないけど力を借りることによってよりいい選択ができるかもしれない私はそういう意味でも福山さんの顔をした龍馬さんにですね <laughs> 坂本龍馬さんに本当にたくさん助けられてきましたしでこれからもいっぱい助けてもらおうと思うんですけどそんな風にねあの自分の中でこうちょっと、えー、価値基準となるような尊敬できるようなんかヒーローを持つ。 たくさんこう電気とかも売られてますしあの大河ドラマの DVD、ね、なんかもいっぱいあるのでそんなところからこうちょっと理想の人物とかを見つけてねあこの人をちょっとこう頼りにしてみようかなって考えるのもいいと思いますしそんな風に是非ともねあのちょっと脳内ヒーローえ空想妄想ヒーローをね脳内で作るのもまた楽しいかなと思うのでよろしかったら是非やってみてください。